青コーナーより灼熱の太陽のごとく太陽ケア入場。より21世紀のミスタープロレス武藤圭司入場。スペシャルシングルマッチ、時間無制限一本勝負を行います。青コーナー185センチ、106キロ、太陽ケア。赤コーナー188センチ、110キロ、武藤圭司。行けケア。さあ、運命の鐘が鳴った。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。逆に返します。組みに行きます。パンチで返します。逆水平を打っていきます。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。あっと浴びせ蹴りだ。鋭いキックです。掴んだ。キックを打っていきます。あっと返します。あっとエルボー。足を取ります。足攻めに転じます。抱えます。フロントからのキック、掴みます。いやらしい攻めを見せてまいります。ロックアップ、逆に倒します。足を抱えます。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、泣き言言ってられませんよ。そうですよね。さあ、天才を超えた魔術師、プロスウィザードでありますこの武藤圭司、そのアメリカナイズされたレスリングテクニック、生まれ持った天性の才能、持ち前のスター性、まさに全てがメジャー級であります武藤圭司。膝を狙ってまいります。掴んだ。足を殺してまいります。足を抱えます。ドラゴンスクリュー、膝をねじった。足を取ります。させません。顔面へのキックです。足を取ります。シャイニングウィザード、一瞬の魔法使い。
腕を回します。ブレインバスターで叩きつけます。行くのか、切り返します。ストンピングを叩き込んでまいります。エルボーボールに入ります。こういうフォールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もフォールされるときついですよね。ああ、スタミナをロスするわけですね。浴びせ蹴り強烈、蹴ってまいります。こういう投げ技っていうのはね、僕はあんまり受けるっていう言葉は好きじゃないんですけど、下手にこらえると一番危ないんですよ。だからある程度入っちゃったら自分からためらわないで行っちゃった方がいいんですよね。あ、その方がダメージを負わないわけですね。そういうことになりますよね。足を取った、膝が鏡の前を上げている。ドロップキック、膝そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。完璧にたどり着きました。膝でピンポイント集中砲火。ピンポイント膝、あっとシャイニングウィザード、これで決まったか。
んだ。なんと逆にキック。あっと、うまく切り返した。コーナーに登って、浴びせげに強烈起こした。